おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は4月の29日月曜日で相お題がこちら。今週出てくるこの決算は心配ですということで話をしていきます。これはある銘柄の冷やし茶です。なんとなく、あこれだろうなっていうふうにわかるでしょうかこれは レーザーテックの冷やしチャートなんですけども、4月の30日に決算発表を控えておりまして、この決算が心配だぞっていう理由をいくつか述べたいなというふうには思っております。それだけではなくて、最新トレンドの確認や今週の予定の確認、今日は祝日月曜日ですのでやっていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。 ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしております。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。毎朝7時更新です。毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、先週の振り返りシュアチャートを使って見ていきたいと思います。日経平均株価の週間の到落率は2.34%、そこそこ戻せたかなといった形ですが、チャート上では 線線の下26週線の下上といいった状況でございますトピックスは2.29%の上昇で13週移動平均線の上まで戻せたことはとても良いことだと思います先週1週間の業種別の騰落率見てみてください上げてるのは証券保険サービスといったところがしっかりと上げております逆に下げてるところは2業種のみ工業と電気ガス業のみという形になっております グロス250指数は0.92%の上昇で上昇率が他の指数よりも弱いです。ただでさえ元々が弱いのに注目度が低いなっていう感覚を持ちました。ニューヨークダウン見ていきましょう0.67%の上昇でわずかな上昇にとどまりました。 ですが、S、S&P500 は2.67%で13週移動平均線の上に行きましたねさらにナスダックは4.23%と上昇率が非常に高いですただし13週移動平均線は届かなかったっていった形ですかね週間の S&P500 のヒートマップをご覧くださいこちらも色がはっきりと出ていますよね主力株の決算が結構出てきてましてなんかいろいろ動いたんだなーってことがよくわかる週だと思います ラッセル2000なんですが2.79%の上昇でちょっと崩れかけていたチャートがなんとか持ちこたえてくれてるかなっていうそんな印象でございます金曜日が終わった後の日経平均の先物は410円のプラスになってますドル円は158円の20銭原油が83.66長期金利は4.663ラッセルは0.92%ソックスは2.61%の上昇で先物といきたいところなんですが今日は祝日なので今夜のアメリカ市場の動きも踏まえて火曜日 にどう動くのかっていうのが大切です。そして、暗号資産に関しましては、今朝の動きですけども堅調に動いております。 それでは見ていきましょう。最新トレンドと今週の予定の確認。今週のこの決算だけは心配ですということで話をしていきたいと思います。先ほどチャートを見ていただきましたが、さらに星取り表をご覧ください。ネガティブな変化があれば赤で、ポジティブな変化があれば緑で塗りつぶしをしてるんですが、緑ばっかりですよね。全指数プラスですね。上昇率で大きかったのはナスタックやソックス指数。これ決算の影響結構大きいんじゃないかなというふうには見ております。金曜日が終わった後の日経新聞を確認させてください。 が反反発発した理由はハイテクに買いも反発とありますここには四半期決算が市場予想を上回ったマイクロソフトとアルファベットに買いが入り投資家心理の支えになったということです金曜日時点のナスタック100のヒートマップですね、えー、マイクロソフトやアルファベット大きく上昇して中でもアルファベットの上昇率は10%を超えていたんですよねこれ A と C に分かれていて合計するとナスタック100への寄与度がとても高い銘柄なんですよねこれがこれだけ大きく上昇するっていうのはすごく良かったなぁ いい影響を与えたかなというふうには思いますあとは経済指標の中で p c 物価指数が発表になりましたよね市場予想を超えたことによってインフレ懸念は増えました 早期利下げ期待は後退しました。株価は下がりそうなものだけど上がりました。どうしてかなっていうふうには考えていたんですが、この新聞の中には前日に発表されています GDP 速報値がインフレ圧力を示したことから強い内容になることは想定されていたそうです。まあ、その想定内に留まったっていうところが、まあ、より決算を注目したり、消、ま、費、あの強さ、景気の強さに注目する内容になったのかなというふうには認識しております。で今週のイベント、経済指標で重要度の高いものを 並べてみまましたやはりり注目度が高いいととととこころでできますす FOMC ううになりそうです5月1日の4時ぐらいですかねに発表になって4時半からパウエル議長の記者会見があるということでなるべくリアルタイムでここを配信できるように頑張っていきたいなというふうには思っておりますそして5月3日には雇用統計が控えているということなんですが5月3日は再び日本は祝日になるんですよね、まあ、この日の動きも踏まえてですねよりあの翌週に日本株市場は織り込まなきゃいけないというところです そこももも含含めめてて日程的なものも含めてねご注意いいただければと思いますで注目決算を、ね、拾ってみようと思ってスケジュールから並べてみました、まあ、日本企業も、ね、結構有名な企業がバーッと出してきますよね中でも注目をしたのはレーザーテックでちょっと心配だったので心配だったっていう内容をこの後ご紹介させてくださいアメリカ株で注目マグニフィセントセブンの中だと4月30日にアマゾン5月2日にアップルの決算発表がありますのでこの2銘柄の冷やしチャートも確認しておきたいなというふうに思います 思いま,すまずレーダーテックから見たいんですがどうして心配かっていうところですよね、まあ、このチャートを見ればちょっと天井っぽい片付けちゃってるのかなっていうところが心配だっていうのももちろんなんですけども、まあ、直近この急落をした局面の信用改ざんがものすごく増えてるんですよね信用改ざんが増えるということは買って持ってる人が多いっていことだし買って持ってる人が4月19日までってこの週なんですよね ここで買った人が多い状態で先週ほとんどレーザーテックは上がらなかったので持ってる人ってみんな含み損ってことですよね含み損の人が株価が戻してきたらそれは売りたいっていう気持ちになるし上値は抑えられてしまうって形になりますし逆に決算を受けて下がるみたいなことになると諦めて売るしかなくなるのでそこがまた売りを呼んでしまうわけなんですよね受給が重たいい状態で迎える決算っていうのはちょっと 心配かなといいう,うに思いますでもまあ業績さえ良ければというところなので前回の決算を確認してみますと前年同期比はやっぱすごく強いですよね対通期進捗率も過去2年に比べると高い状態なので業績期待はもともと高かったんだとは思うんですよねたただ今回急落をした理由っていうのが オランダの ASML の決算を受けてということですよね、まあ、その半導体製造装置の事業環境に対する悲観的な見方が広がっていて特にこの日レーザーテックが売られているんですよね、まあ、そのレーザーテックがどんな決算内容を出してくるのかっていうのはやっぱちょっと心配だし ASML がすでにこの決算発表を出した後なのでどう受け止められるのかっていうのも比較的厳しい面に変わってはいるんじゃないかなというふうには思いますなので、まあ、このレーザーテックの受給と業績の面からですねしっかりと注目をする人 必要はあるだろう売買代金も1位ですからねあとはアメリカ株なんですけどもアップルとアマゾンが決算発表を行ってきます時価総額ランキングを表示していますがやっぱり2位と4番目2位と4位なので、まあ、実質にはアルファベットが2つ重なればアマゾンのちょっと上に来るのかもしれませんけども影響度としてはやっぱりとても大きい ナスダックヤクのヒートマップはこれ面積で測りますけども、視覚で見てもね影響度は大きい株なんだってことはわかるし、誰もが知ってる株ですよね。先に発表してきますアマゾンの冷やしチャート、現状を見てみますと、状態は一時崩れかけたものが今、復活の兆しにあるっていう形ですかね。基準線とか転換線、雲っていうのが全部下にありますので、サポートの状態になっていて、RSM も50超えてるので、チャートの状態は悪くないということです。ただ、直近高値よりはちょっと下にあって、決算を超えてどっちに向かうのか、決算がすごく 交換されれば一気に高値を超えてくるる可能性もあると思いますし逆に結構サポートがあるといっても近いので決算が逆にネガティブに移ればですねすぐ売りサインが出てしまうというところでもありますのでそこも含めてしっかりと見ていきましょうまたテスラがね最近決算発表でちょっと復活の兆しが見られるんですが アップルが決算発表でどうなるかっていうのは結構注目だと思っています。やっぱり未だに影響力は大きいしみんな知ってる株ですからね。センチメントもすごく影響を持っている株だと思うので、まあ、このチャートはすごくまだまだ悪い状態なんですよね。基準線の下ですし、加工トレンドラインを超えられてない状態ですし、 RSI も50割れてる状態なのでまあ決算を超えてまたこう安値を割ってしまうのか決算を超えて逆になんか買いサインが出てくるのかっていうのはしっかりと確認をしていきたいと思いますっていうのはナスダックもですね一応短期的には安値を割らずに高値を超えてくるっていう形の型になっているので復活したいなっていう <laughs> そういう意思を感じるチャートなんですよねであとはナスダックのチャート分析だけでいくとこの上昇トレンドラインに対して上値抵抗を引いたチャンネルラインここから下がり始めてきてでちょっとその先手 ラインでサポートを受けてて今上がっっきたっていうところなんで、まあ、この上昇トレンドっていうのはまだ生きてると僕は思ってるんですよね。でそこから雲を越えてきてチャンネルの上限まで届くのかっていうのはやっぱり決算発表の結果が左右すると思うし、まあ、左右するっていう点でいくとまだあと1社。 ね、残るわけなんですけどこの雲のねじれのタイミング5月23日なんですが NVIDIA の決算も控えていますので、まあ、そういったところまでねしっかりと見ていく必要あると思うんですがひとまず今週は Amazon、Apple の決算発表を受けて雲を超えるかチャンネル上限にどれだけ近づけるかっていうところが非常に注目のポイントなのかなというふうには思っておりますということで今日の動画のまとめです最新トレンド全指数が上昇していてハイテク株いでナスダックの戻しが特に強く決算を交換した形なのかなというふうに思います で今週の注目は FOMC があったり雇用統計があったりということでここはしっかりとレポートしていきたいと思います日米ともに主要企業の決算が続きますで個人的にはレーザーテックにすごく注目をしていてどうしてかというとやっぱ急落時に信用改ざんがものすごく急増していたんですよねそれでいて戻せていない状態なので信用改み損の人が多いと思うんですよね 決算結果によって結構動くと思うし、あとは ASML の決算発表があまり良くなくて、事業環境が、ね、ちょっと見通し変わっていますので、まあ、その中でど,うどんな結果が出てきて、どう受け止められるのかっていうのはね非常に興味があるなというふうに思います。また、アマゾンが4月30日にアップルが5月2日に決算発表をしてきて、ナスダックの総合指数のチャートはですねちょうど基準線を超えてきた、直近高値も1を超えたっていう状態なので、まあ、この2つの決算によって少し、ね、節目を超えられる可能性はあるんじゃないかな。 とトレンドはまだ崩れてないなって感覚があるのでまあそこを見てで残すは雲のねじれの直前に。 ね NVIDIA の決算を控えているっていうところなので、まあ、そこまでどんな感じで動いていくのかなとっていうのを想像しながら、今のトレンドは維持されるのか崩れるのかみたいなのは確認取っていきたいなというふうに思っております。それでは、週足の日目金公表プラス RSI を使ってしっかりと見ていきたいと思います。はい、まずは日経金株価です。日経金株価なんですけども、週間でも要線をつけて、まあ、なんとか耐えているっていう感じだと思います。下には上昇トレンドラインがあるが、上には下降トレンドラインがある。RSI が50に近づいてきたけど、50割れずに一応切り返しているっていうところまでは、 まあいいんですけど、どっちにもあるので、まだまだフラットに、よりちょっと警戒心を高めに見ていきたいなというふうには思います、トピックスに関しましては、日経平均よりはなんか上の方にいるなという感じがあります、転換線のすぐ下にいるという形ですし、RSI も50までは、ね、そんなに近づかずに反発できたという形ですけども、短期的な下降トレンドラインをブレイクできるほどの力強さはまだないので、しっかりとね、けさも含めて見ていきたいところですよね。 グロース250指数ですが、これは他の2指数に比べてもやっぱり弱いなという感覚しかないですよね。上値抵抗までもまだまだ全然あるので、戻し余地もあるんですけども、全然戻せて実際いないので、まあ、今ちょっと期待,できるし期待してる人すらほとんどいないんだろうなって感じがあります。ニューヨークダウなんですが0.67%のプラスで、こちらはちょっと高安まちまちの展開になったのかなと、上髭も下髭も長いですからね。でもその一方で、S、S&P500 は転換戦の本当にすぐ下まで復活できてきて これはとてもいいことではあるんですけども、転換線を越えられるかっていうのが今週の一番の注目ポイントになりそうですね、ナスダックに関しましては、転換線を越えていてで、さっきも見ましたけども、チャンネルのセンターラインが効いている状態なので、雲はここにはね、冷やしではないので、表示下にもとありますけども、このやっぱチャンネルの上限まで届くのかっていうのはね、注目していきたいですよね。最後ララッッセセルル見ててていいいいきまままままししししょうラッセルに関しましても要請をつけけ転換線でで届けばまだいいかなととったところですけども チャートの戻りとしては、やっぱり S&P500 やナスダックの方が強いなという感じを受けましたね。 はい。ということで、今日はですね、この決算だけはってことで、一応レーザーテックを真ん中に置いてという形に考えております。で、4月30日ということで、まあ、日程もね、近いですからね、ここは確認しておきたいなと思います。で、もちろん Amazon、Apple なんかもね、注目ですし、FOMC や雇用統計もね、非常に注目ですから、しっかりとレポートできるように毎日お付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄男とも分するマガジンですが、毎週金曜日更新を目標にやらせていただいております。で、まだ今週ゴールデンウィークもありますので、 調整しながらやっていきたいなというふうには思ってはいるんですけども新たな銘柄を分析しましてまた今週からやっていきたいと思いますのでぜひノートの URL をご覧いただければ嬉しいですよろしくお願いしますまた東京でのリアルイベントを控えまして今日ね名古屋でリアルイベントを行うんですけども東京で6月7日半自動で増える家計システム実践講座というリアルイベント開催予定がございます6月7日 金曜日のの夜19時時から20時30分ででで行う予定がごごございいいいまますすすもしししししよよろろけけれればば参加検討ただ嬉しいですよろしくお願いしますということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で朝7時目標で更新をしていきますので、明日も聞いていただける方はぜひ毎日チャット分析チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。